え？はい。あの。
せや。はい。何やって？それじゃあ、ええ、うん、ちょい待てや。それじゃあ、よく時間を割いてるのは読書ですね。ほう。小説が大半です。小さい頃から物語が大好きで、自分がその世界に入り込んでる想像をして楽しむんですよ。なるほどな。ミステリー、SF、歴史もの、ジャンル問わず何でも読みますけど、一番好きなのは恋愛小説ですかね。ん？え、真島さんも読書するんですか？いや。気持ち。え？恋愛小説とは少し違いますけど、私のおすすめの小説のタイトルです。これなら男の人でも読みやすいと思います。ほう。ええ、名作ですから、ぜひ読んだら感想を聞かせてくださいね。それじゃあ、読書以外ですか？音楽を鑑賞したり、美術館に行ったり、舞台を見に行ったり。そうですか。真島さんはもし付き合うとしたら、相手の女性は趣味が合う方がいいですか？そうやな。その通りだと思います。真島さんって素敵な考え方するんですね。はい、私真島さんと一緒にいるともっともっと世界が広がる気がします。ああ、してますね。そうやな。はい、何でも聞いてください。それじゃあ、得意なこと、そうですね、道に迷うことですかね。え？はい、私極度の方向音痴で、すぐに道に迷うことができるんですよ。ほう。さすが真島さん、素敵なこと言いますね。真島さんたら顔に似合わず詩人ですね。
すごいです。うん、そうやな。そうですね、下ネタや下世話の話はあんまり好きじゃないですね。そうやな。私この仕事誇りを持ってやってますけど、唯一許せないのが下ネタを言うお客さんなんですよね。うん、そうですね、無視します。え？なあ、でもそんなことできません。嫌なものは嫌です。うん、え、その通りですね。私考え方が甘かったかも。下ネタも少しは我慢するように頑張ります。お疲れ。
それじゃあ。はい。どうや。ええ。そうやな。恋愛面ですか？いや、大丈夫です。恋愛の話しましょ。夜の世界に男と女の話はつきものですからね。逃げてばかりじゃいられません。それじゃあ。そんなにはっきり聞かれると一層すがすがしいですよ。真島さんみたいな男の人、私初めて会いました。ああ。はい、とっても。あ、そういえばまだ質問の途中でしたね。私、付き合ってる男の人にいつも浮気されちゃうんですよ。だから悪い男に騙されるタイプだと思います。じゃあ万一そういうことになったらよろしくお願いします。あ、そうや。好きなタイプですか？わがままな男の人が好きかもしれないです。え？はい。こんなわがままな男の人の相手、私以外の女には務まらない。私がこの人を愛してあげないとって思っちゃうんです。おかしいですかね。正直言うと私もよく分かってないんです。でも好きになっちゃうんですよね、わがままな人。そうか。いいですよ、わがまま言ってみてください。それじゃあ。やめさせていただきます。いや。わかってますよ、ちょっとからかってみただけです。面白い人ですね、真島さんって。それじゃあ。私自身は恋愛してでもそうでなくてもあんまり変化がないと思いますけど。え？ただ相手中心の生活になっちゃうかも。髪型も服装も生活スタイルも料理の味付けも、好きな人を喜ばせるためなら全部彼好みに合わせちゃうかも。ちょい待てよ。不幸な恋愛体質？そうですよね。やっぱり私って幸せな恋愛ができないタイプですよね。そうやな。でも好きな人が自分の好みのタイプに近づいてくれたら嬉しくないですか？真島さんってたまに素敵なこと言いますよね。え？そういうところ、と
っても好きですよ。ん？それじゃあ、正直言って元気じゃないです。とりあえず今は気持ちの整理をしています。自分の気持ちがよくわからなくて。迷ってばかりですね、私。そうでした、私の特技でしたね、道に迷うの。ああ、真島さん。はい、ありがとうございます。お疲れ。それじゃあ、はい、どうや。ええ。それじゃあ、私、真島さんに質問があるんですけど、聞いてもいいですか。ん？いいんですか。じゃあついでだし、日頃気になってたこといろいろ質問してみようかな。そうですか。じゃあ真島さんってどういう女の人が好きですか。そうやな。おしとやかで女らしい。わかったわ。え、真島さん、そういうのはもっとちゃんとしたタイミングでお願いしますよ。え？
ですね。私、真島さんに聞いてみたいことたくさんあったんですけど、いざ何でも聞いてもいいよって言われたら、何を聞いたらいいのかど忘れしちゃいました。え、真島さんもど忘れの失敗経験あるんですか？確かに私もよくあります。石鹸に洗剤、ティッシュなんかもそうですね。日頃よく使う日用品だと特に忘れちゃいます。ああ、はい、私たちド忘れコンビですね。あ、真島さんに聞きたいことを思い出しました。真島さんってその結婚してるんですか？え？全然想像つかないです。そうか。そうだったんですか。そのことがずっと気になってたんですよ。もちろんです。それじゃあ結婚の話が出たからついでに聞きたいんですけど、真島さんって結婚願望ってありますか？そうやな。そうですか。真島さん意外といい旦那さんになりそうだなって思いますけど。え？お世辞なんかじゃありません。私は真島さんみたいな旦那さんがいたら毎日幸せに過ごせそうだなって思いますよ。なるほどな。ん？真島さん。はい。真島さんは私のことをどう思ってますか？え？ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか？そうやな。大事ってどういう？真島さん、そこまで私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。でも女の子にどっしり構えてるなんて表現失礼ですよ。いや。分かってますよ。冗談です。お疲れ。はい。
それじゃあ。はい。どうや。ええ。そういや、私は大阪生まれの大阪育ちです。ほう。ええ、前の店で働く前、私とある高級クラブで働いてたんですけど、その時に標準語で話せって指示を受けました。なるほどな。このお店ではそういう方針もないし、関西弁で喋ってみてもいい。わかりました。ではこれからも。はい。そういや、私当時そのクラブのオーナーに一目惚れしてしまって、その人に少しでも近づきたくて夜の世界に飛び込んだんです。ほう。オーナーが別の女と結婚してしまいまして、見事逆妻しちゃいました。それで悲しんでるところを前のオーナーにヘッドハンティングされて働くことになりました。はい、私今が一番楽しいです。ん？あ、そうや、そうですね、この仕事の延長線ではないんですけど、なりたいものならあります。ん？はい、私お嫁さんになりたいんです。なるほどな。私がお嫁さんになりたいなんていうのおかしいですか？いや。私、幸せな結婚生活に憧れているんです。いつか素敵な人と素敵な恋愛をして素敵な家庭を築けたらなって。なあ。そうですね、まず海辺に大きな赤い屋根のお家を建てて二人で住むんです。庭ではペットのシベリアンハスキーを放し飼いにして、あ、そうだ、結婚2年目に女の子が生まれて3年目には男の子。ちょい待てや。すいません、私つい幸せな妄想をして暴走しちゃいました。なるほどな。そうだといいんですけど、仕事以外で男の人と知り合う機会もないし。Thank you.
敵なお客様をモテますからね。こういったお店に来る人は特に。他にも火遊びをしている方がほとんどです。確かにお店の人もありですね。ボーイさんに、あとは支配人とか。ちょい待てよ。そうです、真島さんも素敵な男性ですからね。まったく。どうでしょうね。お疲れ。Fly, fly, 泳ぐように踊れ Heartbreak my
ラブマジックは時計はしない。おいでねしませお姫様、毒のリンゴを食べて眠っちゃいそう。それじゃあ、はい、どうや。ええ。そういや、はい、女の子はみんないい人たちばかりですし、のびのびと働かせてもらってます。女の子の教育が行き届いてますもんね。支配人が女の子の接客練習するお店なんてどこ探しても他にはないと思いますよ。そうやな。真島さんの仕事を楽しむ姿勢、私が前に働いてたお店にはなかったです。とっても羨ましいです。ただ、私以外の女の子とはあんまり話してほしくないですけど、仕事ですものね。ん？いや、なんでもないですよ。私、最近楽しいんです。毎日このお店に出勤するのが楽しみで仕方がないんです。ほう。でも楽しいだなんてダメですよね。お仕事でやってるんですから。楽しんでるだけだといけませんね。すいません。いや。確かに、そうですね。私が毎日楽しいのは真島さんと会えるからかもしれない。うん。私が前にいたキャバクラのオーナーとは全く違いますね。そうか。とても優しい人だと思います。どういう。かわいい。ありがとうございます。真島さん、私今迷ってることがあるんです。
私このお店辞めたいように見えました？私こんな素敵な職場簡単には辞めませんよ。そっか、真島さんは私が辞めたら悲しんでくれるんですね。はいはい。真島さん、それじゃあ今はまだ秘密です。いつか言えればいいんですけど。お疲れ。いらっしゃいませ。